私は長く付き合って何があっても変わらない人は信用できるというし、できるし、また助けられてきたと思います。私はこの佐藤さんと会ったのが91年の6月です。1991年の6月から佐藤さんの今日まで付き合ってきて、お互い嘘もなく攻撃の点に関しては絶えず共通の価値観を持ってやってきましたね。だそういった意味で私はやっぱり長く付き合えるためには嘘があってはならない、これが私は一番だとこう思ってます。特に私なんか逮捕されて刑務所まで行った男です。みんな離れていいわけですから、その中でもうあれから25年目に入りますけどね、離れない人がいるんです、いてくれる、私本当にありがたいと思うし、ただ言って私はこれ正直に生きてきたことの結果だなと私はそう思っています。佐藤さん自身、外務省の湯村という官房長から佐藤さん、あなたが一番鈴木を知ってるから鈴木を叩けと言われて、そのそそのかされるんですから、普通ならばそれに乗っていいんです。あと役員生活まだ20年残ってましたから、当時私は佐藤さんがその話に乗れてまで言ったんですけども、佐藤さんは、私はクリスチャンです、神様に嘘をつけません、私は鈴木先生で行きますと言ってくれてですね、今日まで来てますよね。私は佐藤さんに申し訳ないと思いながらも、その佐藤さんのテーブルは1本足が強い、テーブルは4本足のテーブルは弱い、ガタつく、今でもその言葉をですねきちっと頭に入れてですね付き合ってきてます。あれは私にとってかけがえのない友人の松山千春さんなんもそうです。鈴木宗男を俺は知ってるから鈴木宗男だと、地獄に行って鈴木宗男が選挙やるってなれば俺も地獄に行ってやると、そこまで言ってくれます。シンガーソングライターではもう48年トップの場にいる男ですよね。そういう男もやっぱり私を信じてくれたっていうのはやっぱり嘘もなかったということには言えると思うんです。だから付き合えるとこう思ってましてね、また全国にいろんな講演者が来られて、もう41年前からの人が離れないで物心両面で応援してくれてますから、他の政治家にはそういったことをじゃした人がいるかって言ったらなかなかいませんね。刑務所まで行って監獄来たのは中村吉郎さんという人います。今も現役で頑張ってますけども、じゃあ政局では動いても政策の面で政治の面で何かしら動けるかというと、そこまでのことを話題にはなってなりませんね。私はいい割を別にしてもロシアと言ったら鈴木宗男だって必ずどこかに出てきます。あるいはアフリカといえば鈴木宗男だって出てきますね。やっぱり一つのことをやってきたという証はあるわけですから、私はそれだけでも佐藤さんにしろ、今日も東郷さんが来てくれておりますけどね、なんか長い付き合いできるってこと本当にねありがたいなと、まあ、こう思ってる。私は一言言うならば、正直に生きてればそれが結果にも作れると、まあ、こう思ってますね。私はどういう人っていうことはあんまり考えない。これ入ってないな。どうぞ。私はどういう人っていうことはあんまり考えないで、自分の方の原則としてね、自分から信頼関係を一旦信頼関係を確立した人を自分の方から裏切ることはしないと。
それだけは学生時代から徹底したと思う。学生とか生徒の時代から。どうしたって言ったら、めんどくさいでしょ、そういうことすると。だから逆に信頼関係を構築するまではすごく慎重よ。だからそう簡単に友達にならないよ。あと友達っていうことは、あなたと友達ですから経験に使わないけども。でも一旦確立した信頼関係っていうのは絶対こっちから裏切らない。だからその証拠っていうのは昨日の毎日新聞だよね。だから今の、霞ヶ関の後進人の西村久義さんのと私の関係が詳しく出てたけども、結局彼もそういう心情の人間なんだな。やっぱりあそこの取り調べ室の中で、要するにこっちは外交問題とかね、対ロ外交とか、それとかイスラエルとの関係とか出たら困るから、そこのところは最大限配慮してくれって、調書の取り直しまでやってるからね、手帳が証拠につかないように。それで将来作家になって大きな影響力あるとか思ってないわけだし、しかも否認だからね、こっちは。だから否認の人間にそんなこと普通やんないんだよ、検察官は。ただ昨日のインタビューでも言ってるけども、外務省ひどいと思ったと、国のためにこんなに一生懸命仕事してと、こんなことするんで自分も国家公務員としてひどいと思ったと。そんなこと彼は取り調べちゃ一言も言わなかったよ。それは取り調べ官って言うべきじゃないと当時思ったからだよ。でも彼はそう思ってて、私とは信頼関係は確立したと思ってるから、結局私の本が出て役所の中ではいろいろ言われたんだけども、彼自身っていうのは、いや、やつはおかしいとは一言も言わなかったわけだよね。だから20年ちょっと経って会ってもすぐにあの時と同じ感覚でいつでもやれるわけで、多分一生付き合ったことになると思うけどね。だからそれ、立場が対立する人間になってそういったことあるんだから、だからそうすると信頼関係っていうのは、相手がどういう人だからか、どういうふうにすれば信頼のコツじゃなくて自分の姿勢だと思う。とにかく自分から裏切らないこと。相手が裏切ってくることがあったら、それは事情あるから、みんなしょうがないんだよ。でそれいちいち目くじら立ったら始まらない。ただし一旦裏切られちゃったっていう経験があると、その人との関係は前と同じようには絶対に修復しないね。それは申し訳ないけどそういうもんだよ。だからそんな感じでやってれば、特段人間の信頼関係とかそういうことで悩んだことはないよね。繰り返すんだけども、裏切りっていうのは、もうのっぴきにならないからっていう裏切りよりも多いのは、人を転落させることが面白いんだな、そういうような動機で。だからこれフロイトとかアインシュタインによっても非常に感銘を受けるんだが、人間の中にやっぱり攻撃衝動ってあるんだね。それで弱くなったものを攻撃してみたいっていう、そういうのがあるんで、不必要なんだけどそういうことをやる人間っていうのは結構いるわけ、記者でもね。だからそれはこっちは覚えてる。ところがそういう人間っていうのはセンサーシステムの付き方が違うからさ、当時から心の中で支援してましたと言って、ああどうもありがとうございます、心は見えないですからねとか、ありがとうございます見えないところでの支援とか言ってんだけどね。だからそういうやつはそういうこと言っても全然わかんない。うん、でもそんなもんさ。これ本当面白いもんでね、私も最近になって教えられた、仲の良かった政治家になってですよ、仲の良かった人で、私なんかは私よりも年上だから当選回数は一緒でもどうぞどうぞと思ってた。しかしそれが25年前予算委員会では当時の民主党の議員に鈴木をもっと叩けてうんとこうやったっちゅうんですから、私はその男をうんと褒めてきたんですけどですね、原口一博さんがですね言ってくれ、教えてくれました。当時予算の委員会の理事でね、いや鈴木先生、先生と近しいと思ってた人が私も言ってきてね、もう鈴木を叩けと、ガンガンやれとこう言ってきたっちゅうんですね。私も全くそんなことつゆぞ知らなかったけどね、時が経つとそういう話も出てくるけども、私は恨んでないけどもですね、まあまあこっちが悪く言ってたならばいいけども、こっちは悪いこともしてなければ悪くも言ってませんから、うんと相手を褒めてきたから、私はその分気が楽です。で私は佐藤さんに再三忠告されたことなんです。私は騙すより騙されろだと、これが私の生き様だと、こう言ったら佐藤さんから、先生それが一番悪いんですとこう言われてですね、
いろいろ忠告を受けたことがありますね。ただ結果的に、まあ、この世界、権力の世界ですから、やっぱり足引っ張るやつもいればですよ、やっぱり追い落として、戦国の世ならば打ち首なんですから、時の権力なんかとぶつかると、それ考えたら、まあまあ、生きていれるわけでもありがたいなと、そのありがたさはやっぱり正直に生きてきたなと、誰よりも働いてきたなという思いはありますよね。だから、まあ、分かる人は分かってくれてると、こう思ってますけどね。だからそういった意味でも、今でも佐藤さんから教えられた、騙すより騙される、これが私の生き様だったら、佐藤さんに注意されたけども、守ってればよかったですね。いや、私はでも、最後捕まらない、やっぱり先生のおっしゃること、正しかったと思いますと。やっぱり騙すより騙される方がいいんですって、最終的にはそっちに私は言ったんですけどね。でも騙すより騙される方がマシだっていうのは、私はなんで当時すごく激しく言ったかっていうと、これは外交の世界で騙されたら日本国民の大きな災いがあると。それで内政でも鈴木先生騙すということは外交に悪影響があると。だからこれ今でもそうなんだけど、私はやっぱり一旦外交官だったものっていうのは生涯外交官だと思うのね。その外国の精神は忘れたらいけないんで、それは何かって言ったら国益という抽象的な国益じゃなくて、二度と我々戦争に巻き込まれたらいけないんですよ。これは負け戦をやってはいけないってことじゃない、戦争自体に巻き込まれたらいけないの。勝ち戦でも負け戦でも、それ巻き込まれるのもいけないの。だから戦争に至らないことで、例えば中国が横暴なことをして、北朝鮮が横暴なことをしても、必ず外交交渉で折り合い点を見つけられるの。それが外交ってもで、外交で折り合い点を見つけるとともに国が強くなることなの。だって考えてみて、京都行ってみてよ、今外国人だらけだぜ。僕1995年に日本に帰ってきた時に1ドル79円だったの。そしたらドルベースで見た場合、日本の国の富って半分になったんだから、弱くなってて当然だよね。そうです。これを為替ダンピングやってるのをインバウンドとかいう言葉でごまかすなっていう話で、みっともない話だから、我々の国力つけていかないと。だから教育なんだよ、国力は。その教育も悪くないんだよ、文科省の学習指導要領通りだったら悪くないんだよ。でも今の変な入試制度のためにぐちゃぐちゃになってるわけで、高校レベルの知識みんなついてないんだもん。日本人最難関大学出た人間だって、だってそれはこういう教育システムになっちゃってるからね。だからそういうその中で直さないといけないことあるんで、もう64歳で持ち時間20年ないから、そしたらもうやることっていうのはこの戦争を起こさないっていうことと、あと次世代教育だよね。そこにどうしても修練したから。だからこの神道第一のこの場所のところで、多分戦争を引き起こして日本に利益の状況を作れっていうふうに考えている人は、先生の支持者とか先生 と考えを同じにしている政治家でいないですよね。いないですね。でもこれ先生それ一貫してましたよね、はい、政治家になった時から。だから最近怖いのはリベラル派なんだよ。リベラル派がなんであんな正義の戦争とかね、こういったことを言うようになってきてるのか。だからこの価値観っていうのはものすごい悪いね、最近そういうふうに思う。だから持つんだったら、それはもうたった一つ生命重視の価値観だけね、うん、それ以外の価値観は全部危ない。自由とか民主主義とか共産主義とかイスラム主義とかキリスト教主義は全部ダメ、うん、だからそれも人間の命はなんで正しいかって、命だから楽しい、そういうような形の価値観に立たないと。それが唯一共通で持てる価値観で、それで人間とは 何かっていうことで対話していけばいいわけなんだから。だから人間が人間殺してる今のガザの状況だって、ウクライナの状況だっておかしいんだから。だからもう少しその辺っていうのはやっぱりヒューマンの原点に立ち返らなきゃいけないよね。そういうのを諸世論だって冷ややかに見たらダメ。ただ現実的にどうやってそれで命を守っていくかっていうと、自衛隊重要だしね、装備品だって重要だよ。だからその辺のリアリティだよね。だから逆に今度非武装中立な、みたいなことを言うと実効性がないから、勇ましくやりたいと思っている人の白紙認証を与えることになるから。だから現実の中でやっぱり何でもありみたいな人とか、あと軍産副交代が怖いのはね、超単位の金すぐ動かせるの。
そしたら一人の政治家に奥のキックバックするなんて簡単なんだよ。だから安全保障会議で装備品全部決められないことやったらダメなんだよ。必ずとんでもない汚職起きるから。大きなお金が動くところっていうのは法律事項でなくて政府の事項であっても透明性担保しないと。大きなお金が起こるところには巨額が起きる可能性あるから。だからなんでそういう常識がみんな分かんないのかなっていうのは最近私の、疑問でいつも頭にあるところなんだよね。